今日のヒーローは2回に勝ち越しのタイムリーを放ちました源田壮亮選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。同点に追いついた中で迎えた第2打席でしたが、あの打席振り返ってください。もういい流れだったんで、もう思い切っていこうと思いました。実際にヒットになったあたり、あの打球の感触というのはいかがでしたか？いやもう頭越えてくれと思いながら走りました。非常に今シーズンチーム打線が活発という中で、源田選手も複数安打が出ました。ご自身のそのバッティングの状態というのはどうでしょうか？いやたまたまだと思うんですけど、いいことだと思います。さあチームも両リーグ通じてトップで10勝目ということになりました。明日のゲームに向けてもファンの皆さんに一言お願いします。いい流れで戦えてると思いますので、明日も、勝てるように頑張ります。応援よろしくお願いします。おめでとうございました。今日のヒーロー源田壮亮選手でした。今日は2安打、2回に、ね、同点のところからタイムリーを放った源田です。ライトオーバーのツーベースもお見事でしたけども、9回の点につながった逆方向へのヒットも、はい、そうですね、右に左にこう自由自在にこうバットコントロールしているような感じしますね。まあ、2年目のね、はい、この源田ですけれども、今年はこうランナーを返す、はい、活躍、役割